鈴木康隆鈴木康隆9月15日から1955年2月28日は日本の政治家、法律家。元衆議院議員、元参議院議員、元秋田市長、宮城県出身。1903年に和仏法律学校法律家を卒業すると秋田地方裁判所判事に任官され、4年後に秋田県で弁護士を開業。九百十三年に 秋田市議会議員に当選して、政界入りし、その後1919 19年には、秋田県議会議員に当選して1927年に、県議会議長に就任。翌1928年の総選挙に、立憲政友会公認で出馬し、衆院議員に当選、通算3期務めた。1934年に、秋田市長に選出され、1938年まで、在任。 秋田市長時代には、市工場建設奨励規定を設定して、工場誘致に努め、バラジマ市誘致を東北肥料株式会社に対応して、同地帯発展の基礎を築いた。また、秋田運河の実現に尽力し、土崎、寺内、荒谷の経済提携の必要性を強調して、同地区合併の素地を作った。その後はしばらく政界から遠ざかっていたが、 1> 第1回参議院議員通常選挙に自由党公認で出馬6年議員として当選し一期務めた。政界引退後の1954年に秋田市から最高功労者として検証され、1955年2月28日に死去。去年78、秋田市による思想が営まれた。長男の鈴木はじめも父の後を継ぐ格好で参議院議員に さらに衆議院議員を長く務めた。ありがとうございます。